チャット欄うるさってことで、どうもフィフェです。なんと今回最強になれるデータパック3つ入れてきたんですよ。いやもう初めからクライマックスだなこれ。でもこれやばいんだよね、もうダイヤ装備エンチャントがもうすごいことになってる。まあ、これもう無敵だよな。しかもねこれね脱げないっていう、一つだけすごく主張の強いエフェクトあるしな。あ、ってことで今回ね最強になったわけなんだけど、何したいかっていうと、さっき書いた通り俺1時間以内に全ボスモブを倒したいんだよね。まあ、全ボスモブっていうのは、まあ、エンダードラゴン、まあ、そしてウィザー、あとまあエルダーガーディアンだね。俺が思うのはこの3体を1時間以内に倒したいなって思ってて、なんか RTA の人の記録を見たら1分じゃないね、1時間切ってんのかな。だからまあ1時間いけんじゃねって思ったんだよね。さすがにいけるよな、だってもう無敵だし、ほら攻撃力上昇とかもついてるから、もう多分ね素手でダイヤ剣以上の威力を出せる。ということで今から1時間測りたいと思います。アレクサ1時間測って。1時間のタイマーを開始します。うわすげえ、待って俺1時間測ったことない。これもうすでに早い。あ、そっかそっかそっか俺もうね把握できてないんだよ。手持ちに入るし木材にもなんだ。でこれ待って、エンダーマンラッキー、え、なんでそこにいんの。え、消えた。あ、いる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 。ちょっと待って、エンダーマンね実はそんないらない説ある。ちょっと待って、なんで消えんの。もういいや。で、はい、4つ落とすとクラフティングテーブルできて、で、棒64個。いらん、ちょっとさすがに。でピッケルを作ると、なんとこれ手持ちに持つとほら、なんとエンチャントつくんです。効率強化魚おい、ちょっと待って、俺の滑舌がもう終わってるんだって。滑舌と引き換えにこのゲームモードを手に入れてるから俺。待って、なんか強すぎて最初何やればいいのかっていうのが分かってないんだけど、いや思い出せ、これとりあえずあの土でほら上位金リンゴ、いや無敵だけどからいらないねこれも。で俺が今回最初に倒したいって思ってんのが、ま、エンダードラゴンで、この棒と土を投げるとこの釣り竿ができるんだよね。このデータパック実は俺1回やったことあって、ま、写真貼ってあるんだけど、ゲームモードキング、これで、ミークリックすると、この荒い土がたくさん出るんだよ。これを64個集める。うわここも大事、急げ。よし、これで64個集めて、下に投げると、ほら、エンダーアイがゲットできるんだよね。で、これで、はい。そっちね。これも、エンダードラゴン倒せるよ。ちょっと待って。何かが足りない気がする。圧倒的に何かが足りない気がする。いやまあそりゃそうだよな。まあ落ち着け、とりあえず進んでけ。こっちね、しかもこのエンダーアイって通常のエンダーアイよりも早いっていうね。いやここでいかに早く目的地につけるかが問題になってくる。あ、まだそっちだよね。え、あ、お腹減ったらなんか肉くれたんだけど、親切か。お、待って、え、あ、これ砦じゃない、もしかして。あ、そうだそうだそうだ、待って待って待って、チェストね、これ多分埋まってるな。ちょっと騙された、最悪こういう罠もあるんだな。多分分かったな、ちょ始まってから1回も洞窟行ってないんだよ。だからなんかが足りない感がすごいのかな。ちょっとこっちか。ま、それとあと時間がかかるやつって言ったら、ま、ウィザースケルトンの頭を集めることだよな。ウィザー倒すために集めなきゃいけないから、あれもう運だよな。待って、夜になってきた。ちょっとめんどくさ。まあだけどダメージ食らわないからそれはいいんだけど、うわぁ、ちょっと早くついてほしい。んどこ行った。あ、いや、全然方向変わってないっていう。うわぁ、めっちゃ出てきた。あ、スケルトンちょっと倒しとこっか。実は、あ、こいつね、俺にね、弓打つことできないんだよね。よし、これで、しかもドロップ品がめっちゃ落ちるから、もう、やば、63本。あ、待って、弓にもエンチャントついた。なんだ耐久力、うわ、めっちゃ便利すげえ、この壊れそうな弓でも結構使えるぞ、これなら。そして、どうだ、え、え、来た、これ来たか。いや、でもちょっと山なんだよな、これ掘るの大変そう。でもうここら辺だな。あ、ここだ、ここね、オッケー。もう俺は行く。うわ、やばい。うわー、邪魔すぎる、ちょっと。やめてやめてやめて。そんな邪魔の仕方しないで。ダメージ食らわせられないからって。邪魔すぎる。そして、オッケー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 。早いね。木のピッケルなのにこんなに早いとは。よしよしよし。え、何分だった？アレクサ、残り何分？残り40分。うわ、10分で見つけたね。ま、そして、うわ、気持ち悪い。ちょっと待って。嫌いなんだわ、こいつ。こっからエンドも探さなきゃいけない。ちょっと待って。ここ大事、マジで。
あ、エメラルド。いや、エメラルドいっか。いや。もうダイヤとかももう見つけても反応するな。時間の無駄だ、これ。あった！すげえ、今回結構早いぞ。2分ぐらいで見つけられた。ラッキーラッキーラッキー。とりあえずちょっと、石剣でも作るか。よっしゃ、行きまーす。ほい、オッケー！来たぞ。これで、うわ、ちょっと待って。うわ、めんどくさい、めんどくさい、めんどくさい。これはちょっと、時間のロスだな。いや、これ意外と、ブロック持っといた方がいいかもしれないな。あ、それでちょっとね、今回、作りたいものがあって、看板なんだけど、あった！これ。とりあえずこれを作ります。まあ、あとは、ちょっとエンダーマン倒して、これエンダーパールたくさん、うおー、もう10個ゲットできた！もう、めっちゃ倒そう。え、しかも待って。これもう、あ、エンダーパールのダメージ入らない。これめっちゃ使えるな、じゃあ。よし。これだけ集めれば十分でしょう。それで、ちょっと今から、とあることを看板に書き込みます。いきます。痛い。いや、大丈夫か、これでも。これどうだ？はい、これを書き込んで、ここにエンダーパールを、エンダーアイか、を投げ込む。よし、来た！これで、なんと、エンダードラゴン、倒しました。あー、看板キルだね。うるさ！あー、ごめん。なんかごめん。ちょっと倒すって言っても手応えなさすぎてごめん。で、エンディング飛ばせ、え、どのキーで飛ばせるこれ。待って。ここでいつも俺、録画やめてるからわかん、え、待って。ここか。オッケー、来た。そして次に必要なのは、あー、待って、鉄が必要なんだ。待って、探せ、洞窟。洞窟を探せ。とりあえず何分で終わったんだ。アレクサ、残り何分？ってことは、16分でエンダードラゴンを討伐したと。いけるぞ。この次、ちょっと俺どっち行こっかな。ウィザー行くか、エルダーガーディアン行くかなんだけど、いやまぁ、ちょっと海近くないから、とりあえずウィザー行っちゃうか。移動にはエンダーパールを使おう。これめっちゃ便利だね。最初にエンド行ってよかったわ。ちょ、洞窟探したい。あ、すげえ砦があるけど、まあ、今回別に砦は使わないんだよ。どうだ？あ、火打ち石、待って。そう、火打ち石が欲しかったの。そう、だから鉄欲しかったんだけど、もうここでゲットしたらいいな。さあ行きます。じゃあ今回は、ネザーポータルかな？これで、こう作って、火打ち石を投げて、一緒に取りますと。さあ、ネザーができました。行きましょう。いや、これ、マジで便利だな。これゲームモードキングの力だね。いや、待って。最近結構俺要塞が近くにあったんだけど、今回はどうだ？意外とね、俺ネザー要塞増えてる気がするんだよな。まあ、エンダーパール使いながら探していこうか。ピグリンはどう？あ、もう、ピグリン怖がってるわ。俺別に金装備着てないのに。あ、撃ってくる？いや、撃てないんだ。あいつは俺に撃てない。おった！あった！やっと見つけた。ちょっと待って、今回長かったな。まずい。で、ここで、ウィザースケルトンを探す。で、あ、いる！めっちゃいる！なんかめっちゃいる。で、ウィザースケ、お、ウィザースケルトンの頭来たんだけど！早い！ちょっとそれはペース早いかも。あと2個で、ウィザーと戦えんな。ちなみに俺なんかネザー要塞見つけるまでになんか、右手の薬指を負傷するっていう。え、なんかさ、昔より増えたよね、ウィザースケルトン。わかんないけど。あ、いる！たくさんいる！え、めっちゃいるんだけど、ウィザースケルトン。まあでも、とりあえず、ウィザースケの攻撃も、全部ノーダメだね。多分ね、ドロップ増加率も上がってるから、その分、頭を、あ、え？ 2 個目？やば！ちょっと待って、めっちゃ早いんだけど。え、そうだよね、2個目だよね。まだ俺、10体ぐらいしか倒してなくない？え、めっちゃいる。マジか。ありがとう。どんどん来てくれ。嬉しい、なんか。え、あ、来た！え？来た！え、めちゃくちゃ早いんだけど。いや、待て。重大なことに気がついてしまった。ちょっと俺、看板はあるけど、火打ち石持ってないから、現世に帰ることができない。そして、ネザーの要塞は火打ち石ある確率結構高いから、とりあえず、要塞のチェストを探していこう。あ、あった。いやー！ちょっと待って。あった！いや、まあ、2個か。まあ、一応持っとこう。よし、これで。よし。うーわ、出たよ。なんかこれ、ちょっと瞬間移動されるんだよな。なんか外に出ちゃったし、俺。で、ここだ。おー、そこだ。オッケー！よし。いい感じ。うわ、渓谷の中で。え？違う。これ待って。これ、洞窟の中じゃん。やっば。
いやでもね、いや都合いいぞ。俺あの洞窟の中でウィザーと戦おうとしてたから、ここだ、ここに出そう。そうウィザーって上に飛んでっちゃうから、上がね結構狭い方がいいんだよね。よーし戦うぞ。オッケー来た。はいはい、えめっちゃ飛ぶ。はいはい、うわ結構まあダメージ入るけど、はい待って、はいはい、うわちょっと待ってどうなってる。オッケー下がってくる。これでここはもう殴るだけよ。いや強っ俺強っ。オッケー倒した。いやこれはめちゃくちゃ強い。ラッキー。ダイヤあるんだけど。いやだが、いやちょっと一応持っとくか。あ待って、これ木のピッケルだ。ちょっと折れねえわ。ちょっとバカ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 、時間のロスすぎる。上行くぞ直下で。待って、アレクサ残り何分。え滑舌悪い今の俺。残り27分です。え残り27分。じゃあこれを残り全部海底神殿見つけるのに当てられると。いやまあ海底神殿見つけんのなんなら一番難しいと思うけどね、まあ、とりあえず海行くか。よしってことで、おこれ海じゃんラッキー。よしこれでボートも作って探すか。いや行ける気がする、なんかそんな気がする。てかじゃあネザーもなんだかんだ16分ぐらいで行ってウィザーも倒してきたのかめっちゃ早いじゃん。ちょっとね思った以上にウィザースケルトンの頭に時間がかからなすぎた。ちょっと待って、海終わっちまったな。もっと広い海探さないといけねえか。村だ。待って村はいらないんだ。あすげえゴーレムがいる。ちょっと待って、ゴーレムもボスモブとして捉えてみようぜ。よっしゃ倒してやるよ。いえ、えダイヤゲットしたゴーレム倒したり。待って、また夜になろうとしてんじゃん。あちげえ、これ朝だでもめちゃくちゃエンダーパール投げてる。これ超便利だけど、いやもう残り30個ぐらいしかねえな。待った、エンダーパール使い果たした。え、これ海か。いや、ちげえ。海がねえ。え、あ、海だ。最後の最後で見つけ出した。え、どうだ？海底神殿を探せ。いや、でもなんかそんな広くなさそう、この海。いや、もうでもエンダーパール尽きちゃったからな。陸移動きついよ。わ、でもこれ海広いわ。ラッキー。ついに見つけたけど、いや、俺海からあんまり海底神殿見つけたことないんだよな。あ、沈没船ならある。いや、なんか海底神殿の位置示してくれるやついないの？待って、海底神殿あった。待って、アレクサ残り何分。残り3分。ちょっと待った、まず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 、あっぶね。もうなんか20分ぐらいずっとなんか前を押して放置してた気がするから。待って、ここら辺は、あここだ。ここをどこだ。エルダーガーディアンどこいる。え待って、えエルガエルダーガーディアンってどこにいんの。ちょっと待って、うわ最悪、なんか採掘速度落ちたべ。これもう掘って強引に進めない。しかもちょっと意外と遅い水中になんか効果をつけてくれ。待って、アレクサ残り何分。1分40秒。待って、エルダーガーディアンの尻尾、待って尻尾から倒せない。いやダメだ。えこん中もしかして、えいたやったー、これでどうだ。え意外と強い。よっしゃ危なかったー。うわ超ギリギリだったなー。いやでも意外といけたわ。いや多分この海底神殿見つけれたのはまあギリ運が良かったのかな。危なかったーってことでね、来た場所から出ようとしたんだけど、出口見失ったわ